もうすぐだ。リビエラ。登ってくれない。はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますので、音声が出せない方はお手数ですが、イヤホンのご用意をよろしくお願いします。はい、そして本日狙うのはこちらのトートバッグですね。星のカービィのビニールトートバッグになります。はい、で、本日の動画は星のカービィアミューズメント景品のトートバッグ激カワという題名でお送りしていきます。はい、皆さんも知ってるの通り、アミューズメント景品っていうのは基本的に非売品でして、なので、まあ、正直フリマアプリだったりっていうのでは購入できるのですが、店舗には一応売ってないというものなので、希少価値が高いとされております。そして意外とアミューズメント景品が可愛いっていうことが多々あり、まあ、トートパックとか小物とは特にそうですね。なので本日はトートパックを狙っていこうと思います。はい、でもう早速ああやこうややってるうちに、これタグ掛けですね。紐にかかってそうなのですが、こちらタグにかかってるんですね、こちら。で、やはりトートパックの定番はこの紐でチャンスメイクですね。まあ今のはタグなんですが、で、もうシールドに取ったので、もう一度ちょっと紐でギリギリまでちょっと引っ張ってこようと思います。まあ、これ、まあ、ほぼアームとしてはほぼ初期位置ですね。あと紐でどのぐらい、これが限界そうですね。まあシールドにそこそこ乗っているのでいきたいのですが、まあちょっとクルリンパはちょっといけないので、とりあえず3本でつまみ寄せですね。つまみ寄せで狙ったのですが、ちょっとこれ難しいんですよね。まあ、ビニールなのでちょっと滑るんですよね、もちろん。で、仮に、今から3本で掴むのですが、これ、景品が微妙に大きくて、3本でしっかり掴めないんですよ。真ん中掴もうとすると、どこかしらのアームが刺さるっていう形になっていて、今もこれ、左アームがちょっと刺さってしまい、こういう感じで持ち上げられなくて失敗ですね。なのでこれ3本アームで掴めないので、ちょっとなかなか厳しいのかなと思います。はい、で一度こちらですね、ピンクに、まあ、気分転換のために変えていただきました。でこちらはもうなんか挑発的なように紐が出てますねというか、シールド側に寄ってるので、まあこれは狙っていきましょう。まあおそらく先ほどのぐらいしか寄せは効かないと思うのですが、まあ、今見ました。これ紐が中に収納されてるんですが、引っ張る際に中から紐がこうゴニョ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 出てくるんですよね。なので長さが出てきてしまい、結局はシールドを越えれないっていう感じで、これも中からちょろちょろ出てきて、おっと、惜しいですね。これ、もうちょっとでシールドに行ったのですが、その言っていた中から紐が出てきた分で高さが出てしまい、シールドに越えれず。で、とりあえず、まあ、これ3本で掴めてるんですよね、ギリギリ。あ、どういった動き見せる。おっと。これはまさか。ちょっとリプレイで見ていきましょうか。3本でほぼギリギリ掴めたのですが、奥アームですね。奥アームが、これ一応3本で掴めてるのですが、持ち上げる際に奥アームが外れてしまい、ただ紐を捉えるんですね。ただ紐を捉えて持ってくるにも、これちょっとね、おそらくね、俗に言う確率ってやつですね。おそらく、まあ見た感じパワーがめちゃくちゃ強かったんですよ。なのでおそらくこれは確率ゲットということになります。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、先ほどはちょっと確率ゲットだったので、ただやっぱり普通に狙いたいので、もう一種青を狙っていこうと思います。
まずはとりあえず紐ですね。まあゲットはできないのは分かっていても、やはり紐でチャンスメイクはできそうなので、ああこれ今口が開かなければいい感じにシールドに乗ってたと思うんですけどね。まあここまでは案の定安定ですね。でもう一度ちょっと紐で狙っていきましょうか。やはりちょっとここが紐では限界なのか。そうですね。ただもう一度、今度はちょっとタグを狙ってみました。結論から言うと、紐を狙うよりタグを狙った方が高さが出てしまうので余計無理っていうことですよね。タグかけ中毒になるとこういうことがちょこちょこ起こります。あまり意味ないのにかけてしまうという。でこれですね、ここから3本で持てば、まあ、逆に言うと3本で、まあ、何かしらタイミングで持てると、表面がビニール生地で滑らないので、多分それは遅延ゲットが可能だと思うんですが、どの形にもちょっと長くアームが届かないんですね。どこかのアームが届かないんですよね。でこれも3本で持ってるのですが、今度は左アームが刺さってますね。こうそうなんですね。これちょっとかなり詰まっております。そうですね、もう一度ちょっと掴んでみて、これやっぱり無理なんですよね。今度は左アームをしっかり持とうと思うと、この手前が刺さるというこのジレンマ的な。というわけでこちらのトートバッグは一旦ここでもう撤退しましょう。まあ、ピンク取れたので、まあ、ピンクでお出かけしようするとします。はい、こちら、リラックマのドーム型クッション、ドームではないのかな、でっかいフェイスクッションっていうんですかね。これがこの状態で置いてたんですよね。なのでちょっとこれ手前にガラスに当たってるんで、ちょっとツンツンしてみました。これはあんまりよろしくない感じですね。これはやめておきましょう。で、はい、これ、フルリンパを狙ったのですが、ここ、耳ですね。奥側の耳を引っ掛けていったのですが、さて、どういった、もう、ちょっと、ここでもう無理ですよね、今。上がった瞬間、シールドからちょっとズリってなったので、もう、それで、失敗ですね。はい、それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。